嫉妬を感じまくれ。嫉妬をありのまま愛すると自分の中の宝物が見つかっちゃう。君を幸せにできるのは君だけさ。だから一緒にまんま見しようよ。マンマミー目覚めさせちゃって愛するお前さん、ありのままの自分らしさをどこまでも表現する超ハッピーライフをワクワク俺たちと一緒にエンジョイしようぜ。神自分塾マンマミーを伝授するマンマミー先生タカピーことタカヒロ&佐藤子だかんねん、はい、ということでやばいねっつって今日もテンションバリ高だかんねっていう感じで愛するお前さんとね、今日もマンマミー超ハッピーライフね、そんなタイム過ごしちゃおうかなっていう感じなんだけども、今日のテーマもね、もうドカン言いたい。もう佐藤子さん言っちゃってください。嫉妬を感じまくれ。本当にそれ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 なってことね。着物の美女がアンって言ったんだから、お前さんはうんって縦に首振りゃいいんだよ。本当にそういう感じだからね。でこれね、嫉妬を感じまくると自分の中の宝物が見つかっちゃうっていう、うん、超神回だからね。6号もういいよ、もう神回目ね、もうごまかしちゃうわこれで前出てね。本当に、ね、要録画ぐらいなね、何回も何回も何回も繰り返し見て、わからないことはコメント欄にいつでも質問くれたらええやんつってね、うん、そんな感じでね、嫉妬は本当に自分の中の宝物を見つけるための最高の最高の感情だからね、うんうんうん、嫉妬したくないな、嫌だなっつってさ、あの人はなんか羨ましいって思ってる自分はなんて醜いんだろうっつって、うんうん、人間はみんな醜いぞっつって、そうそうそう、本当にそうだよ ね、あの嫉妬っていうエネルギーをさ、うん、みんな持たなかったらさ、うん、一流になれないよ。いや本当だよ、うん、ね、まあ超一流な人ほど実は嫉妬しまくっております。そうそうすごいよ、ね、僕が大好きなビーズの稲葉さんも、あのよく嫉妬してますっつって、あの人みたいな声が出ないかなっつってね、普通の人だって、普段普通の人なんだって、うん、普通なんですよみんな、それがね、本当だよね、うん、だってあの手塚治虫、手塚治虫もすごい嫉妬して、お、そうなの、そうそう、新人でそういう子が出てくると嫉妬して酷評して、こんなんじゃダメだって嫉妬する相手にほどそうやってダメ出しして、もうね、醜い人間ですね。そういう人だったんだってね。いやそれぐらい嫉妬っていうのはすごくね大事なものなの。で嫉妬を感じていくとね、例えばこれタカピーの例だけども、うん、うわあいついいなみたいなね、すごいなんかなんていうの、才能にあふれてずっとなんかこう幸せ街道まっしぐらだった人みたいなのが眩しくてね、フォロワーもたくさんいるしみたいなね、うわすげえ悔しいみたいな、なんなんだよあいつとかって思うじゃないね。でまあ具体的にそういう相手いるんだけども、まあまあ具体名は伏せとくとして、そいつがこの間たまたま YouTube で自分はずっと勝ち続けてきた人生なんすみたいな、学歴も高いし一部上場の企業に入ってとかって抜かしてるのを聞いた時に、マジでこいつ本当に任せてやらないと気が済まないぐらいの、もう嫉妬を超えたもう憎しみ、妬みどころかもう憎しみぐらいの、それらのね感情がうわーって出てきて、すげえ感じきってって、でそいつはね勝ち続けてきた人生って言ってたのにさ、対してタカヒロは負け続けてきたなーつって、あれ負け続けてきた俺って最高やーんつってなったの、なーなーつってね、まだちょっと話続くから、いやでも本当そうだよね。そう、あのね、負けて苦労してきた自分だからこそ、その負け続けてきたとかね、負けて失敗し続けてきたって人の気持ちもよくわかるし、うん、だからこそこうやって伝えれることがあるんだなっていうね、うんうん、全然さやりたいことも違うのよ、うん、その人は結局自分の知識、頭がいいからすごい知識をみんなにシェアするみたいなさ、うんうんうん、ね、それを受け取りたい人が集まってるから、別に俺まず対戦相手じゃないのね、うん、ただでもやっぱりさ羨ましい、悔しい、ああみたいな、俺もああいうの持ってればもっともっとって、うん、なんか思うのがさ自然じゃない ね、 そね。でその自然なままに、だってうちの猫たちだってさ、さっきの可愛いヨモちゃんだってさ、すげえマウント取ったりとかするよ、俺が違う姫ちゃんっていうね、他のメス猫を可愛がってるとすっげえ目でね遠くで見たりとかするもん ね、 ね。だからそれぐらい自然なものでちゃんと感じてあげた時に初めて相手
手にはあるで自分にはない、でそうするとさ、ないにさ不足に意識は向きがちなんだけども、うん、ない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 、あーってちゃんと感情を感じてあげると、あ、私には私に持ってるものがあるじゃんっていう。あ、そうそう、やっぱり一周もあるよね、それ。そうね、逆側にあるんだよ。まあ、その陰極まって陽に転ずるみたいなさ、うんうん、それは やった方がいいよね。そう、だからそれをやって初めて、あ、自分は自分じゃんっていう。ほら、よくさ、これも本当ぶった切りたい教えなんだけど、うん、人と自分を比較しない方がいいですよみたいな ね。あなたはあなただからってさ、ね。それね、誰が言ってんの？連れてこいよ、ほんと。まあ。人と比べるな、みたいなことをさ、うん、言ってる、なんか、発信者いっぱいいるじゃん。いっぱいいるよ、スピリチュアルでも、悟りでも、心理学でも何でも、ね。あのね、比べきって比べきって、この世界は相対の世界だから、そうね。比較、ね、もう全然、もう全然、本当に、不平等だし。ね。不平等だって、生まれた時からもうそうじゃなくて、すごい大金持ちの家に生まれてる人は、うんうん、とさ、すごい生まれてからさ、貧乏な家で生まれてる人とさ、うんうん、もう生まれた時点でさ、もう全てが不公平なのがこの世の中なんですよ。そうでそれを比べるなとか綺麗事言ってんじゃないやって話でさ、うん、でもないからこそ、じゃあどうやったら自分があのその手に入れられるかとかさ、うん、あの違うことでそのそれに勝てるもの、はいはい、それって何だろうっていうさ、なんかそれを自分でなんかに作り出すっていう、うん、そこにさ、つながるからさ、うん、比べてちゃんと見た方がいいよね。すっごい比べた方がいい。そう、ちゃんと比べて、その特に嫉妬とか妬み憎しみ、その醜い感情は見づらいね、見にくいって同じ音だけど、まんま見しにくいんですよ。そう、でもそこを見てこそ自分の光、うんね、闇の中にこそ光があるの。ね。陰陽のマーク、あの黒いマークに白い点があるでしょ、うん、あれを初めてね、もう真っ暗闇の中に入った時にポチッと押せるから。そうするとまんまのお前さんは、なんだこのまんまの私、すごい宝物いっぱい持ってるじゃんって。そう、本当に、ね。なるわけ、うん。だってさ、比べるなって言ったってさ、うん、無理じゃん、本当に。そう、だって、そもそも比べる教育してきたわけだから。そうだよ、だって。ね、じゃあテストで順番つけんなよって話じゃん。そうそう。で、変な話さ、うん、それをやめてなんかゆとり教育とかいろいろさ、うん、人と比べない教育にしましょうって、うん、表向きやっても、意味ねえだろうが、うん、そしたら、めちゃめちゃみんなバカになっちゃったじゃん。うん、そうなんだよ。失敗なんだよ。だから、いいのもさ。本当にさ、鏡見て、自分の顔見た後、北川景子の写真見てみ、なんだこりゃって思うだろうが、うん、バカ。ねえ、あ、そんな、まあね。佐藤さん説得力がありすぎましたね今ね。それはそう、本当だよ、うん、本当だよ。それを比べるなってどういうことよ、ね、やらないで落ち込むからね。まあでもそう、でもそういうもんじゃん、ね、けど初めてそうやってうわーってちゃんと素直にハートを広げて感じ切った時に、あいつはあいつで、うん、私は私、俺は俺なんだなっていうのを、頭の理解じゃないんだよこれね。頭で書き出しワークとかやってね、分かった気になっててもね、実際のところは本当分かってないから、うん、そうじゃない、それもっともっとちゃんと荒ぶるままに、まんまの自分を感じるままにね、いろんな醜い感情も全部許して認めて受け入れて抱きしめてね、そうすると、うん、あ、なんだっていう気づきが本当にね、目の前の人との会話の中で気づいたりとかね、何かね、パッと開いた動画のなんか言ってる言葉とかでも、なんか本のなんかこう一行でも、なんかわかんないけど、どっかから本当にそれがあのシンクロっていうもので運ばれてくるから、そうそう、間違いないね本当に。なんかそこを認めると、なんか純粋な憧れとかさ、そういうものになったりとかさ、うん、そうそう、あと逆にそれを何原動力にしてさ、うん、何かをするパワーにめちゃめちゃなるじゃん。ねえねえ、なんかね、嫉妬しないとか言ってる人ほど、はい、ペライよ。いや、ペライ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 、もうおしまい、そこで。そう、ね、もう可能性が見えない。どこまででも、いつまででも嫉妬していきましょう。それはね、そうだ、その嫉妬もさ、あの一緒でさ、前回罪悪感の話したけど、うん、受け入れるっていうのが手放すって意味なのよ、うん、そうそうそう、ね、だからもう本当にジェラシーっていうのを微笑みに変えてって、うん、あのキッカー工事がこうやって言ってたでしょ。ね、その通りなんで。そうだね、いやー、ね、もうね、うん、なんだかおかしいわ、う
教えに縛られてしまうと、本当になんかもうその表面のなんか手放すだの受け入れるだのもうな言葉じゃねえから、本当に感じろってことだから。そう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 ね、感覚を見て本当に素直に素直に、そうすると初めて見えてくるものがあるし、ね、そうだね、もう分かった、分かりきったとかってなった人はオツだからね、分かんない、ね、割り切れない、それでも矛盾を感じる、 それでいいんですよ、ね、悩みなんか絶対消えないしさ、うん、そうそう、でもその葛藤が本当にさっきも言ったけどさ、うん、それこそがやっぱ人を成長させるあのもう最大の薬よ。いや本当に命の、うん、命がそうやって育んでくれる、そう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 、命の力が引き出されるのがマンマミーなんで、最大限に命が味方をしてくれる。これ違い方したら愛っていう言い方でもいいよ、ね、愛と共に生きていく、ね、ずっとありました、愛だ、愛でした、ね、命でした、愛でしたっつってね、その力も十二分に発揮できるから。そうだよね、そうするとさ、そうやって悩んでいくうちにさ、うん、やっぱ向き合って向き合って向き合って、うん、あーってなった時になんか自分の大切さというかさ、はいはい、なんかあ私ってこんなに頑張ってたんだとかさ、うん、なんか自分を愛おしいってなんか思えるんだよね、ねえねえねえ、なんかそういうのがすごい大事だなと。そうそう、だからなんか樽を知るとかっていうさ、うん、素敵な言葉もあるんだけど、うん、またその表面に捉えられるから、捕らわれるから、うん、結局なんか嫉妬しちゃう意味がない、もう今の私のままでいいいいね、足りるを知らなければつってさ、足りるラリルレロつってね、もう俺のもよくわかんない、何が言いたいのかもね、何が言いたいのか全然わかんないけど、そうそう、もうそういう風になっちゃうからもうね、そう、だからちゃんと素直に感じて感じて感じて、うん、ね、そうすると初めて樽を知るじゃないけど、あ、自分にもこういう豊かさがすごいのがあったじゃないかみたいな、そうすると初めてフォロワーの数じゃないんだみたいな、うんうん、ね、タカピーたちが提供しているのは、うん、あのフラットなコミュニティね、フラットなコミュニケーションだから、うん、そのなんか一部のトップの人がいて、なんかここにピラミッドができて、なんかこの人が言ってることは正しい情報みたいな感じじゃないの、ね、わかんない、割り切れない、もうはちゃめちゃ、もう恥ずかしい、醜いっていう自分をさらけ合えるすんげえ場所だから、そうだ ね、もうなんかそういうカリスマもさ、うん、いる、なんだろう、社会みたいなのも古いよね、まあ、うそういう時代じゃなくなってきてるなっていうのはすごいです、もう、はい、俺らが美学を感じてるのはこれなんでっていう ね、実際オンラインサロンの仲間ともさらにこのさ、冬至明けからボン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 、もう脱がし合い、いやいや脱ぎ合いだよね、ええそんな急に脱ぎますみたいな、うわメリークリスマス、クリスマスなのに脱ぎますみたいな、ね、クリスマスの朝からそんなみたいな、ね、そういうの起きてってさ、最高、なんかね、最高だよね、うん、最高の仲間たちにこうめなんか恵まれてね、そうそう、いやもうここに宝あるじゃんみたいな、ね、そうなんだよ、うん、ね、でこれを広げていけばいいじゃないかって、だから、うんうんうん、これを欲してる人たちに届ければいいじゃないか、じゃあそういった人たちにどんな表現をしていったら届くんだろうみたいな、うん、もうすごく意識が自分に集中してくる、うんうん、そうするとうわあいつが本当にこの野郎みたいな憎きアンチクショーって思ってた人が、うん、あれあの人敵じゃないねみたいな、そう、敵じゃないっていうのはあの戦わない意味ね、うん、あのこの人はそもそも違うフィールドにいる人なんだなって感じるわけ、違う競技やってる人なんだなって、そうそうそうね、そしたらごきげんようっていう感じじゃない、そう、そうだよ ね、そう思った時にさ、うん、何だったんだ今のなんか、いや本当にそうだよ、昔はみたいなぐらいさ、パーって、うん、消えてくるんだよね、そうそう、だって自分サッカーやってんのにさ、うん、ラグビーですごい上手い人見てさ、うん、ちくしょう、あいつすっげえ手使ってすっげえ走ってる、くっそーみたいな、そうそうそう、本当にそれと同じようなことやってたって気づくのはやっぱり嫉妬をどこまでもどこまでも愛して ね、愛した時に初めて、うん、あ、なんだ私は私でこういう喜びをね、自分は感じてて、こういったものをね、こう生み出していきたいんだ、作り上げていきたいんだっていう、表現していきたいんだっていうことに気づけるから、最後じゃあこの可愛い子抱っこして、佐藤ちゃん、はい、嫉妬をなくそうとしてるやつに一言言ってやって。嫉妬を受け入れろ。そんな感じでね、今日もまんまみーまんま、めチャンネル登録グッドボタンよろしくね。バイバイ。